都有几个小混混啊，想干什么？啊，想干什么？哎，我操，这么厉害！来，切换给收看。我操！我操！厉害啊！厉害，你厉害是吧？厉害啊！尼玛！踹脸！我这一波大招双杀，踢死两个，可以。他不要了，我看是男的是女的啊？中奖是男的是女的？主播帅，申哥啊，那么送游戏一张，送游戏一张。主要不是女孩子。找新股，这么中二的跑步姿势，不中二还好，感觉新股。哟，何か進展あったか？教練会の村瀬と話してきたよ。KJ アートって会社が連中のアジトだった。それで。他是继续这个跟如龙是有挂钩的啊，有挂钩的，有东城会跟那个共理会，东城会、共理会什么的。东城会呢，这个它是一个怎么说呢，是山口组的写实。つまりその時間羽村が組をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。うん、いいか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。美国末日到时候有空再玩吧，有空再玩。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。うん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。这个游戏的案件也是现实的案例啊。村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。村内的人刚来到爱慕时的画面，他们避开了防盗摄影机，前往后门。またそろそろ羽村の頭と話すか。所以要去找宇川了。もうそういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。方舟那个服务器被办了，不知道吗？被办了，操家操太多了，把家全操掉了。等新谷的来电，哎，这个妹子，交谈一下。八神さん。嗯？真冬、嬉しそうでした。あ、そう。でも寂しそうに。え？看起来很寂寞。啊，那我发个手机短信吧，给个妹子约个炮。哎呀，发个手机短信，哎，战斗这个技能，三角摔、跳马背、冲刺攻击。双重颠簸、醉汉击，哇，这些都很强。荡秋千、腾空追击，飞踢，反击，方块三角、三角连段 R 一，超级多技能，技能可以全学了。七成殴打，倒地的敌人，坚强跳、飞翔打击，第六感记忆钥匙，第六感。开锁好手，开锁神手，哇，好多技能可以学啊！我操，隐形人，无声破坏者，能力的话，这几个就不点了。
现在看不了短信啊。啊。漫漫长夜，明天继续。明天继续玩。开锁技能必须学完。学完了呀。等待新谷来电，我看这几个超市能不能进。这是干嘛的？是玩击球的，这击球没意思啊。我去找个夜店，街上小混混。他妈在瞪我。啊，这几个街上小混混，来嘛，来嘛。啊，来嘛。啊，我操！你活不活？活不活？しばらく寝とけっての。致命伤。哎呀，这个有没有夜店啊？击打中心啊，麻将。VR 沙龙是干嘛的 ？VR 沙龙去玩一下。VR 沙龙店，还没玩过呢。超杀行尸走肉没有被禁播啊，没有被禁播。还有几个小混混，好厉害啊！我操，屌！哇，真屌，真屌！你妈智障吧？还有你，过来！啊！打你的脸，我今天。27点经验。时间食っちゃったよ。啊，这个店啊，这个店我怎么进不去啊 ？VR 沙龙 ，VR 沙龙。哎，这个店，满满如如龙画风什么？猜。花进不去，这店不知道从哪边进去。游乐天堂，网咖。网咖的话，爱慕俱乐部，爱慕俱乐部。无人机大赛，这个夜店要记一下，在夜店玩一下，这应该是个夜店吧，应该是夜店。去找个小姐，风俗店吧。我身上还有几万块呢。这个日本的门我都不知道住哪里，门都找不到。这是慢慢的安全通道吧。啊，我主要是想去逛窑子，其他的我的地方我都不想去，没有意思。是这个吗？这个好像是餐厅呢。我操，这是什么东西啊？飞镖一次200元。飞镖，滚蛋！我还以为这英文是什么呢，原来是飞镖啊！EAR， 哎 ，SEGA 俱乐部，这是什么地方？近代麻将三温暖殿堂 ，AG。霸天降旗，麻将摇篮去打麻将的，不会的。这个俱乐部看一下啊，这个应该是夜店啊。哎，我操，给我打电话了，好烦呐、啊。到神事所、哦，到警察局去一趟。等一下，我先去那个夜店看一下。SM 俱乐部是真的好玩是吗？不是，我就是想找个夜店消费一下。之前那几部都找夜店消费的很爽的，可以约炮啊，好感满了之后开房间呐、啊，多舒服。三温暖那不是夜店，那是妓院。我勒个操！体验版无法进入，你他妈在逗我！好了，继续做任务吧，等会再找夜店吧。
还有这个小混混赖帽，来打一下，哇哦，来，我操，很厉害吗？厉害厉害啊！这么垃圾的小混混，我装逼，我装逼哦！哦，大哥，いい加減にしろよ。我过来看一下。找个这个计程车。想吃巧克力圣代了，哇，巧克力圣代多难吃啊，跟屎一样，跟狗屎一样的味道。それでは。小混混打一个应该能几千块吧？啊，男主现实叫木村拓哉。木村拓哉。俺の無罪は目処がついたかよ。ダボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで。村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです？裏口から叩き出したって言ったろう。じゃあその前は？ああ、10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと？いや、あの久米って野郎、なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてねえ。本当ですか？それにしたって人払い。那你们觉得昨天看的观众朋友，你们觉得这个雨村到底有没有罪啊？覚えてねえつってんだ。是不是人是不是他杀的？でもその眼睛是不是他挖的？店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか？何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。掩护真凶。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠がありゃこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙げ、怎么不播方舟了？方舟这个捨てた。最近没什么意思。玩点新游戏。晴れない限り死刑だってなくはない。什么游戏好玩我就玩什么。ヤクザってのはそんなに肝が座ってるもんなのか。俺がもし命乞い。我每天玩的游戏都不一样的。その相手は。我有时候玩这个，有时候玩那个。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か、俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、八神。